これはですね、あのー、土屋くんっていう、えー、20代前半の方から聞いたお話なんですけども、はい、島田さんって釣りされますか？釣りまあめったにやらないですね。はい、番組のロケでやらせていただくぐらいで、もう数年に1回とかそういうレベルかもしれない。それぐらいなんですね。はい、でこのお話の土屋くんなんですけど、まあ趣味が釣りでして、うん、まあ専門はブラックバス釣りなんですよ。 まあ寝ても覚めても釣りのことばっかり考えているようなそんな男なんですね、うんええ、で彼がある年の6月に関東のとある湖に釣りに行ったんですよ、うん、まあ朝の4時半ごろですね早朝に車で家を出発して、まあ、途中のコンビニで食事を買ってで湖に6時頃着いたんです、はい、で彼が狙ってる場所が「明里岩」って呼ばれるポイントで、うん、まあそこはあのよく魚が釣れるって言って知られて人気の場所だったんですね。はい でから湖に着いてその近くの空きスペースに車を止めたんですで道具を下ろしてガードレールをまたいで2 0ルぐらい下の斜面に下ってって湖畔にたどり着いたんですね、うん、でまだ空が薄暗い中準備を進めてこうルアーを投げ始めたんです、はい、でまあ土屋君夢中で、まあ、ルアーずっと投げ続けたんですけどもある時ですね うー遠くの方からサイレンの音が聞こえてきたんですよ。で地方だとあのお昼ごろですねそれを聞いた土屋くんはあもう昼かと思ってあのコンビニで買ったサンドイッチを食べてでまた釣りを始めたんです。でまた釣りをしてるとどん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 時間が過ぎてってでそのうちに、えー、3匹釣れてたんでその日結構上出来な方だったんですね。うん で夕方になって日がだんだん傾き始めてきたんですけども土屋君がリールを巻いてるとググッなんか引っかかる感触がしたんですね、うん、で竿を立ててみたんですけどそいいつ抵抗しないんですよ、うん、あゴミでも引っ掛けちゃったかななんて思ってさらにリールを巻いているとだんだん嫌な予感してきたんです。水面にゆっっくり上がってきたそれは 人間の足に見えたんですよ。うわやっちゃったと思って土屋くんらにこうリールを巻いてこう浜にそれを引き上げたんですね。で見るとぐっつぐずに腐った人間の足首だったんですよ。<ー>ちょうど足のの親指のところに針が引っっかかってたんですね。でも土屋くんそれ直視できなくてもうあの親指から針を外すのも,もう嫌だったんで,ですよ、ね、そのまま竿を地面に置いたんですよ。 でたとえ一部でも水死体を見つけてしまうと警察に届け出ないといけないですよねそんな話を土屋くん聞いたことがあったんで、ええ、まあ一刻も早くそこから離れたかったのと警察に連絡しなきゃってその思いで戻ろうとしたんですよねで土屋くんがその斜面を登っていると、ええ、うわ

何百っていう水死体が湖面にびっしりと感じたんですよ。着物を着た子供の死体もあれば、お年寄りの死体だったり、最近の服装の若い女性の死体も感じたんです。あまりに異様な光景で、つゃく、うわー叫んで、大音量のサイレンが鳴る中、斜面を駆け上がって、上に止めてある車のところまで戻った。で車のドアを開けて、運転席に乗り込んで、バタンってドアを閉めた直後に、サイレンが止んだんですよ。 フロントガラス越しに湖を見ると、そこには何にも浮かんでなかった。土屋君恐る恐る車降りて、でもう湖の方に降りたくなかったんですね。で上の方からこうさっきの浜の方を見ると、どうも自分が釣り上げちゃったその足首はあるようだったんですね。なんで土屋君は警察に連絡して、警察が来てまあ事情聴取を受けて解放されたんです。はい、もう家に着いたのは。 夜の十0時頃だって言うんですよね、うん、で、この日の話これで終わりなんですけども土屋くん困った男でして今でもシーズンが来るとその明かり岩の近くでまた釣りを楽しんでるそうですサイレンというお話でしたありがとうございました実際にあ、はい、あのまあ、たくさん湖面に浮かんだご遺体っていうのは消えてしまったけども、はい でも釣り上げた足というのは実際にやっぱあったんですよね。実際にもうものとしてそこにあった。なのでその間違いなくものとしてその足首は釣り上げてしまったんですよね。その方っていうのがどなただったのかっていうのはわからない。全くわからないみたいなんです。もうかなり時間が経ってた。事故で亡くなってしまったのかとか、そう,かそうですね。もしくはまあその自らっていう方かもしれませんし、んそれはわからないんですけど。ちなみに、はい。画面全体にブワーっとこうね、はい。 いろんな年代の方たちがっていう昔の時代の人もいてっいそこってや昔からたくさんの方が亡くなってた池なんですかね？あのですね、その土屋くんが聞いたサイレンの音っていうのがその空襲警報の音みたいに聞こえたって本人は言ってたんですね。<ー>ただその地域が空襲にあってやけ野原になったとかそういう言われもないですし、なぜその大量に死体が水死体が浮かんでたのかそれが わからないいんですよそういう曰くがある湖ででもないんです、ね、あの、はい、まあ東京なんかだとね戦時中、はい、まあ大空襲があった時にやっぱり火の海になった、はい、そうなると例えば学校のプールであるとか、はい、あとはそういったちょっとしたこう池とか沼とかにみんなが飛び込むんだけど<う>やっぱりそこも結局火の海う、ね。中で亡くなってしまった方々がたくさんいるみたいな話もな聞いね。 ただこう時代もいろいろでその最近よく街で見かけるような服装ののの女性の死体もあっった、ね、一つの時代に限ってない普通まあちょっとね考えてしまうのが、はい、その池というのが昔からたくさんの方が命を落としてしまった池で、はい、そこで命を落としてしまった方たちが一斉に姿を現したのかなとか。 思うんですけどどうなんですかねもしかしたらそういうことでもないかもしれないですしね。うん、そうですねただ今島田さんおっしゃったのはあり得るかもしれないなと思いました、ね、あとはサイレンの音ですね、うん、そうですね何かそれが引き金となってサイレンがなぜなったのかもわからないんですけどもとにかくもう耳がもう聞こえなくなるぐらいもう大音量だったっていうふうにはおっしゃってたんですよね。<ー>いやー、うん 僕はね時々とはいえねやることもあるんですけやっぱりこうグッとこう投げてね魚の場合ってこうクッとこう引かれるからそうじゃないこと多いじゃないですか。でああ気に引っかかっちゃったとかああ海藻だとか思うかもしれないけどああと思って引き上げてくる時にちょっと今後怖くなっちゃいますね。実際に釣り人の方が一番 水しづけをこう発見する率が高いっていうふうにも聞いたことがあるので,そで、それやっぱり今のような話でこう針で引っ掛けて引っかかって上にこう上げてしまう、そうですね。<と>そういうこともあるみたいな。ので,<ー>でもいやー、はい、こう釣り、ね、なんかこうやる方ならではというお話ですよね。まあ、そうですね <laughs> いや。ありがとうございました。ありがとうございます。